子育て、タツノコアクション、イエーイ。違う学校から集まった私たち5人の子ども監督が自慢の龍ヶ崎のスポットをムービーで紹介することになりました。いつきです。あいこです。ひなこです。ともやです。ゆうやです。レディーアクション。関東鉄道龍ヶ崎線は JR 常磐線さぬき駅と中心市街地を結ぶ、駅がたった3つしかない可愛らしい鉄道です。前からの眺めが素晴らしく、運転手さんになったみたい。コロッケいっぱいです。他にもコロッケ。家のコロッケ知らない。コロッケ食べたーい。ただいま、龍ヶ崎駅では、サイクルトレインと申しまして、せーの、龍ヶ崎駅に着きました。龍ヶ崎飛行場に来ています。龍ヶ崎市には飛行場もあるんです。軽飛行機の拠点でパイロットの訓練もやってるんだって。私たちは遊覧飛行に挑戦します。こんにちは。意外と広い感じです。見た見た。左半分も広がっています。綺麗です。こんなに半分広かったんですね。住宅街が広がっています。おい、お話を。あった。おもちゃみたい。パノラマのようです。うわー、楽しいですね。あれ市役所です。あれは市役所です。気持ちいいですね。以上、セスナからでした。セスナがあるってワンダホー。市民の憩いの場所、龍ヶ丘公園にあるタツノコ山。頂上からの景色は抜群。天気のいい日はスカイツリーが見えちゃうんです。スカイツリー見えるかな。ねえ、あったよ。スカイツリー見えたよ。あったあったゆっくりと行けば大丈夫です。うわ、僕も吸い込まれた。自分から行っている感じがする。気をつけてくださいって言ったでしょ。ちょっと待って。超スリル満点。わん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 。おーい、上行け。うわには私たち子どもがワクワクしちゃう楽しいスポットがまだまだたくさんあります。詳しい情報は子育てタツノコサイトへ。見に来てね。